飲み込んだ後にふわって広がる和田っち、今日作る料理は何ですか？はい、今日作るお料理は基本の王道シリーズですね。基本の王道シリーズ、はい、和田家の直伝のオムライスオムライス大好き。和田っちの直伝オムライス、和田家の、うん、すごいの。え、違うの？もうね、すごいの。え、なになになに、気になる。なんか美味しくて回ってた、なんかこうやって。え、回ってた？回ってた。何が？オムライスか。自分が。わかりづらまず一番最初にやってほしいことがあって、うん、このご飯、はい、ご飯っていうのを、うん、あったかいご飯でしたらバットとかにこうやって広げて冷ましておいてください。余分な蒸気とかっていうのが逃げてくれるのでべちゃっとなりにくいです。あと卵、うん、卵もこれも常温に戻しておいてください。それはなんで？卵の加熱時間っていうのを短くしたいんですよ、なるべく。なので常温に戻してあげて加熱時間をなるべく短く。それでは玉ねぎとマッシュルームを切っていきます。切ると言っても、え、そんな大きな口じゃないですよみんなオムライスってそんな具材ゴロゴロじゃなくないですかゴロゴロオムライス、ゴロゴロオムライスケチャップライスってご飯と具材の一体感って結構大事なんですよ、うんうん、なのでね、手で切っていくとね結構大変。これですよ。これ何それ？秘密兵器です。これをですね入れていきますね。え、一緒に？どうするの？うん、かわいいでしょ。いきますよ。はい。わー、え、待って、一瞬めっちゃ細かくなってる。これレコルトっていうのなんですけど、はあ、みじん切りとかね、ホイップとかもできるんですが、はあ、今回のちょっとみじん切りとかの5ミリ角ぐらいにしたいんですが、はあ、やってると大変なのでこれ使っちゃいました。はあ、とても楽になりましたね。とても楽です。あ、これね、でももうちょっとみじん切りよりも少し大きめにしてます、あえて。え、今回はこれぐらいのちょっと大きめの、うん、そう、5ミリぐらい。ではケチャップライスを作っていきますね。でもね、ちゃんとコツがありますので、まず最初にバターを熱していきます、はい、でこれをなじませていきますね。でここで具材を最初に炒めていきます、うん、はい、こちら鶏のひき肉です。はい、先ほどの入れていきます。お野菜とお肉一緒に炒めちゃっていいんですね。大丈夫、だってほらお肉が小さいでしょ、うん、ひき肉だから、うん、で野菜も小さく切ってるので、うん、一緒に炒めて大丈夫。はい、ケチャップです。結構多い。結構入れてます。これですね、しっかり炒めてください。これはナポリタンの時もやりましたね。そう、ケチャップの酸味をまろやかにするためと、そのケチャップの旨味っていうのを引き出してあげるため、うん、はい、お塩少々、あと胡椒も少々で、これで具材自体に味付けをしていきます。先にこっちの具材をケチャップで絡めて、うん、そうです、ケチャップを炒めてほしいので、ご飯を入れる前にケチャップ入れるっていうのが本当にポイントです、うん、じゃあいきます。でご飯を入れます。ご飯入れた時のこう炒め方のポイントとかってあります？なるべくご飯を潰さないようにはしていただきたいんですけど、うん、パラパラになるようにこう切る感じっていうのかな、具材と混ぜ合わせるときに、あ、お寿司みたいな感じ、ほらツヤツヤ、これでケチャップライスができました。完成。まだまだ、え、まだまだだから、ちょっとねこの時になんとなくこうやって形にしといていただきたい、こんな感じ。どうやって卵をまとわせるんだろう、フライパンの中で。そうなんですよ。でも絶対教えないからねずっとなんかじらすわ。じゃあねんです。ではいきますね、うん、卵です。ね、卵割るときってどうやって割ってます？うわ、ここでやってたわ。カンカンカン、角っこ、角っこ、角っこ、うん、角っこ、そうなんですよ。角っこダメなの。ダメなの？ダメなの。どこっこ平らなとこがいいです。殻がね中に入っちゃうの、だからなるべく平らなところ、ボールのこういうところでもいいし、こういうところでもいいし。ちょっと一回やってみて。これで、あとは割るだけ。そっちだったんだ。そうなんですよ。では、潰していきますね。で、混ぜます。この時、ちょっと今こういうホイッパー使ってるんですけど、うん、生クリームみたいにやっちゃうと、うん、空気が入っちゃうんですよ、うん、空気が入るとキメが粗くなっちゃうので切るようにしてやっていきます。じゃあこれでね、はい、綺麗に混ざりました。はい、これをですね、ザルでこします。これをね、やっとくとね、うん、焼いた後の表面の滑らかさがね、うん、まるで違う。そうで、私みたいにちょっとね、混ぜが甘いとね、こうやってなっちゃう、うん、白身が溜まっちゃう。では
ここに牛乳、多少水分が加わりますので、うん、卵がよりふんわりになるっていうのと、加熱時間を短くしたいんですけど、卵の固まるスピードが速すぎると追いつかないので、うん、ちょっとだけ緩めてあげます。で、あとお塩少々です。はい、で混ぜます。で、焼いていきます。で、焼くときはこの板クラフトのフライパンなんですが、こびりつきにくくて、それがめちゃめちゃ長持ちするんです、うん、これあるだけで、なんかその焦がすとかそういう失敗がなくなるから、うんうん、なんかあれ私料理うまくなったっけみたいなそういう風に思っちゃう、うん、こうツルツルなの。お肉とか、あと麺ね、焼きそばの麺とか、うん、薄焼き卵なんかも本当ね、全然くっつかないです。ありがたい、うん、2つと蓋と蒸し器がセットになってるんですけど、うん、焼くときはちっちゃめのフライパンの方、大きいフライパンだとただの薄焼き卵になるの。ふわふわのオムライスにしたいので、小さめのフライパンで1人分ずつ、うん、ではこの時もバターを1人 10g 使う。あ、ちょっと強めの中火ぐらいで温めます。1人 10g なんですね。そうです、たっぷり使います。たっぷりだ本当。はい、温まったのでここで卵を一気に入れてきます。はい、でこれで、あー美味しそう、トロトロで、固まってきたらね、ちょっと様子見ましょうね。で、ここにね、先ほどのケチャップライスに、はい、乗せてきますね。で、ちょっとこれ奥にしとこうね。そうするとやりやすいから。で、中央に乗せてきます。ご飯たっぷり。お皿に盛り付けて上にとんじゃないんだ。そうなんですよ。で、こうやって包んで後ろに。うわ、綺麗せーの。うわぁ綺麗。これでですね、こういうので形を整えてあげます。ラップとかで整えるんじゃなくて、キッチンペーパーですか？そうなんです。あのキッチンペーパーの方がくっつきにくい、うん、で形を整えやすいので、これを使って整えていきます、うん、ではですね、最後におソースを作ります。先ほどの卵を焼き終わったフライパンで構いませんので、はい、これも火をつける前にやっていきますね。まずケチャップ、でそれとね、ウスターソース、あとお水です。でこれで混ぜて、でも結構シンプルなんだ。ウスターソース入れるとケチャップの甘みが少しこう和らぐのと、うん、スパイシーな香りが、うん、デミグラスソースのケチャップよりみたいな。なるほど。でこうやって温めてあげると、あのケチャップの酸味っていうのがまたね、やっぱりこう消えてくので。ここではあのケチャップの水分飛ばす技はそんなに、あ、そこまではしなくて大丈夫です。温める程度で大丈夫で、かけていきます。真ん中ね、洋食屋さんで見るやつ。はい、こちらで王道オムライスの完成です。わーい、和田家の王道オムライスいただきます。はい、召し上がれ。おいしい卵、外は焼けてるけど、うん、中がトロトロ。そうひき肉とか細かく切った食材の食感が本当にご飯と一体になって、うんうんうん、ケチャップライスが全部にちゃんと馴染んでる、うん、結構バターの香りしません？あのね、飲み込んだ後にふわって広がるめちゃくちゃバターの風味が広がる。これは受け継いでいきたい。もうこれからはあの坂井家の王道オムライスにもちょっと入れさせていただきたいです改めてまたポイントを教えてください、はい、本日のお料理のお宝ポイントは、具材は小さめで卵とご飯の一体感を、たっぷりのバターの濃厚な味わいが和田家流おすすめのレシピです。卵の加熱時間はなるべく短く、そして余熱で火を通してふんわりとろり食感にです。今日も美味しいレシピをありがとうございました。まだまだ美味しいレシピもたくさんありますので、ぜひ楽しみにしていてください。今回ご紹介したレシピが美味しそう、食べたい、作ってみたいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントお待ちしてます。そして本日使った食材とレシピも概要欄に載せています。便利なキッチングッズもぜひチェックしてみてください。ビタクラフトのフライパンの今日セットのやつをね、うん、使ったんです、うん、お家でも使ってるんですけど、使い勝手がとっても良いので本当におすすめなんです。ぜひこちらもですね、見てみてください。このチャンネルは毎日忙しくされている皆さんにもお宝なレシピを今後も配信していきます。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回のお宝キッチンもお楽しみに。バイバーイ